ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、業務連絡からになります。本日より、この動画の説明欄のリンク経由で、視聴者プレゼントの応募の受付を開始しました。応募の締め切りは、2022年6月26日、日曜日の日本時間午前11時になっていますので、この動画の説明欄にあるリンクをクリックして、表示されたサイトの空欄にアカウント ID を入力してください。この動画チャンネルの視聴者プレゼントは、heroes.com のプレイヤーが対象で、Facebook 版とモバイル版のプレイヤーには、視聴者プレゼントを送信できないシステムになっています。それでは、先週の視聴者プレゼントの当選者発表を行いたいと思います。先週の視聴者プレゼントには、490件の応募がありましたので、当選確率は、163分の1になります。厳正な抽選の結果、当選者は、108万4403、3127万5055、3467万4598、3の3名に確定しました。3名の当選者の方、おめでとうございます。赤色のギフトパッケージの発送は、この動画が投稿されてから24時間以内に行いますので、商品がお手元に届くのを楽しみに待っていてください。さて、今回の動画では、視聴者様からいただいたコメントを話題にしてみようと思います。まず最初に断っておきますが、人それぞれ、十人十色の考え方や発想があるので、今回取り上げる視聴者様の意見が正しいのか、間違っているかについては、議論するつもりはありません。科学信者がチャッピーさんのコメントを読んで、話題として取り上げようと考えた理由は、視聴者様に、着目点が人によってこんなにも違うということを知っていただきたかったからです。チャッピーさんが理想とする科学チームとは、クリティカル攻撃が可能なチーム編成であることがわかります。そして、科学チームにクリティカル攻撃を付与する手段として、セバスチャンとジェットを推奨しつつ、ネブラはおすすめできないと述べられています。ここまでのチャッピーさんの意見を簡潔に表現すると、次のようになります。科学、セバスチャン、ジェットの科学チームは最高っす。やっぱり、科学にクリティカル攻撃を付与できるセバスチャンとジェットが、科学にとって最適な相棒なんじゃね？なお、チャッピーさんが最も気にされている点は、スキル発動のタイミングのようです。科学信者が愛用している、アスタロス、科学、カイ、ヨルガン、フェイスレスのチーム編成も、ネブラを含みませんし、クリティカル攻撃の能力も所持していません。なぜならば、科学信者もチャッピーさんと同様のことに着目しているからです。自分の攻撃が敵チームのスキル発動に与える影響を考慮すると、攻撃力が大幅に増幅するだけでは戦いづらいと科学信者も考えています。むしろ科学信者は、ヒーローのスキル発動のタイミングと頻度に着目し、そこからチーム編成を組み立てるアプローチを好んでいるのです。ここまでの話を大雑把にまとめるよう。お気に入りのチーム編成を考案する際、着目点は人それぞれ全く違います。そもそも、同じチーム編成でずっと戦う科学信者みたいな人もいれば、対戦相手に応じて臨機応変にチーム編成を変更する人もおられます。今回、チャッピーさんのコメントを読んでいて、最初から攻撃力が高すぎるため、対戦相手のアタッカーのスキルが先に発動してしまう、という書き込みの部分に興味を持ちました。ヒーローウォーズの対戦は、力だけでねじ伏せられるケースと、そうでないケースがあるのが面白いところです。チャッピーさんも、科学チームを使って幾度となく対戦経験を積んだ結果、今回、コメント欄に書かれたことをご自身で学んだのだと思います。なるほど、科学信者が気づいていない部分に気づいている人もいるんだな。よし。科学信者もこのことに気づいていたことにして、動画を作ろうっと。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。